チャンネル登録10万人おめでとう。おめでとうございます。なんと、はい、チャンネル登録者数が、うん、なんと10万人を突破いたしました。はい、すごい。どうですか？なんか早いな。うん、2年、マリンゴルフ2年、うん、10万人、10万人もうなんかポン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 って感じ。そう、なんかイベントごとがありすぎて、うん、私も2周年だわ、10万人だわみたいな、年末だわみたいな感じで、うん、あっという間にね、そうなんか時間が経ったなって感じる、うん、思い出に残っていることとか、うん、なんだろう、私と、まあ、心ちゃん、純ちゃんと塩田さんでやった、うん、ダブルス、あ、葉山国際ね、うん、あれは結構なんかすごくパッと出てくるかな。パッと出てくる、うん、結構ドラマもあったし、黄色でピンクみたいな、うん、そうそう、新しい試みをやってた時期だからね、うん、なんかいろいろね、あれは勝負がいいかな、楽しかったよね、なんかね、うん、私は何かな、なんか本当にいっぱいやったからな、本当にいっぱいあったね。多分何年かそれぞれ数えたら結構あると思うよ。そのココロちゃんと一緒にダブルス出た試合、あ、あれはなんかこうさ、神だったよ。だしさ、失格になったのもさ、失格になったのもなんかすごい、あの時はさ、こうあたふたしたじゃんね。いろいろこうカメラ潜入させていいのかとか、初めてだったからね。ああいうのに多分持ってくのね。プライベートだけじゃなくて、そういう試合も撮りたいって言って、うんうんうん、やったね。そう、謝罪動画みたいな。あれまだあるの？あるある、上がってるよ。あれ黒歴史、ね、なんか別にそういうつもりじゃなかったんだけど、白い服になんかあの多大なるあの皆さんご迷惑をおかけしていたら、すごい今思うと謝罪動画にしか見えない。そうだね、衝撃だったもん、私も見て、皆さんニュースですみたいな。なんか、純ちゃんのね、鎌倉パブリックのね、うん、17歳が生まれたりとかね、あれね、あったね、私あれ大好き、セブンティーンちゃんだけどね、たまに見るよ。てか、リサちゃんさ、振り返ってるよね。結構振り返ってるね。る、面白いもん、だってあれ、セブンティーンちゃんだけど、皆さん見て、すっごい面白い。なんで思いついちゃったんだろうね。わかんない。いまだに謎だもん。なんか急に誰かボタンを押しましたみたいな。なんだろう、はーから始まってんじゃん。なんかはーみたいな感じ。てかでもね、覚えてるのは調子悪くて、そうそうそう、だから私がもうゴルフやりたくないみたいになってて、あ、でなんかそうだね、それを励ますために純ちゃんが小芝居始めて、そうそうそう、そう、それがなんかすごいヒートアップしていってエンジンかかってきちゃって、そうそうそう、ね、T シャツがね、重要だ。そうそう、T シャツが17だったね。キャロウェイのね、そうだ、そう、ゴルフ屋がね、17、それ17だったわ。それで永遠のセブンティーンですみたいな話から、なんかセブンティーンチャンネルとか言って始まった。それか、それもあったね。あと思い出深いのは2人の最初の旅とか、ニューカレドニア、ニューカレドニア行きなし行ったんだ。あ、そうだよね。で、そう、ニューカレドニアセブって続いたんだよね。海外、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 群馬、群馬伊豆、群馬伊豆、あ、そっか。で、そんなね、こう、ね、こう宿泊とかしたらさ、もしかしたら、なんかあれ、リサちゃんとか知らないかもみたいな、なんかかもしれない不安もありながらだったからね。バチッと来たよね。結構長いしね、3泊とか4泊になって、うん、でもそんな長くなかった、200ぐらいか、うん、3泊5日とかね。なんか今思い返すと、なんか最近のやついっぱい思い出すじゃん、うん、なんか対決とかさ、うんうん、でも初期ってほんとそんなんじゃないから、うん、本当にもう今みんなにも見てほしいの、純ちゃんの加納さんとりさちゃんの霞が関、霞が浦国際カントリー、この2つはマジで見てて、あと私の1人イーグルポイント。懐かしい。あれマジ編集の文字とかもやばいもん。白いテロップで一人イーグルポイントね、カーとかなんかわかんないけどカラスの声とか普通に入れてるから見たよ私、なんかここはこうやって狙っていきますみたいな、なんかよくわかんない、ずっと言ってんの。なんか無駄にボールのアップない、ある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 。本当にその時のあの時ほらまだあのリンゴルフの体勢が整ってなかったんで、そうね、あの時の動画を見てほしい、であの時のうちらをやってほしいっていうリクエストが多い。
まあできないけどね、もう何その慣れてない感じ、そうそう慣れてない感じ、初期の動画、初期のリンゴルフのなんか原点に返ってくるみたいなコメント最近多くて、どうやったら撮れるかね。いやでも難しくない、もう喋っちゃうもんみんな、うんうん、昔はさ無口だったからさ、ほんとショットだけみたいな感じじゃん、うん、そうだね、今もうブル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 喋るじゃん、喋るって言ってないのにあのすごいいいショット打っちゃうともさ、うん、今のはみたいな入るからさ、嬉しそうにね、嬉しそうにこの間も喋ってたから本当に解説入ります、すぐ解説入れたくなって今じゃん。いやそんなねこんなでね振り返ってるんですか、結構長くなったなんかありますか、10万人もう今10万人だから東京ドーム2回分埋まるのよ、2回分の人って東京ドームのコンサート行ってるとさ、そっか、そうなの、これ5万人じゃん、そっか、そうなの、その視聴者数、だから、アリーナ的な、あ、なに、それアリーナーって、アリーナー、わかるでしょ、なにそれコンサートで、アリーナー、うん、あるの、スタンドみたいな、うん、そう、ね、2階席みたいな、あ、そうね、が埋まるってことでしょ、埋まるのステージに立ってる状態で、うん、ちょっと、うん、あ、皆さんに、なるほど、まあ来年もね、うん、これにとどまらずね、うん、行きたいなって思ってるんですが、はい、そう思います。なんで乗っかってきたの今、リサちゃんからの、うん、あのあれをお願いしたかったんだけど、いや本当にね、これからが多分もっとリンゴルフ良くなっていくと思います。なんかいろいろ経て、なんだろう、競技もやりイベントもやり、なんかもっとこう何枝ができるんじゃないかなと思う、うん、なるほどね、うん、これとどまるか、企画にしろ、なんだろう、こういう会話にしろ、うん、あ、こういうこともやるんだリンゴルフ、なるほど、期待しててほしいと、うんうん、なんかもうゴルフ動画だけじゃなく、うん、まあ、ゴルフに関わる何かをやっていけるんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、じゅんちゃんは？でもなんか新しいことをなんかやっぱもっとね作っていかなきゃいけないじゃない、いかなきゃいけない、そうね、そうなのね、まあ、原点に戻るっていうよりかは、そうね、もっとこう新しい何かチャレンジね、チャレンジ、うん、まさに東京ドームでやっちゃおうかとか、あ、それね埋まるかなってやつね、埋まるかなみたいなアリーナって言うのあれーいけるかな、うん、ちょっと来年そこも視野にね、こりゃすごい、誰も来なかったらどうするリンゴロープは何人参加してくれてるの、100人だから、そうか、基本100人で9会場だから、うん、まあ多分900人は1000人は行くと思う、100人オーバーとかもあるから、うん、今回1000人だね、1000人ね、うん、足りないな、全然足りないな、全然すっかすか全然悲しいことになるね、うん、帰ってこない、あのパチパチパチぐらい、うん、パラパラパラ、中にいるなーみたいな会いたーみたいな感じじゃない、逆にね逆にね探してねこっちがね、こっちが探してウケるわ、1000人ってすごい人数なんだけどね、東京ドームになると思う、そうだね、なんかちょっと寂しくなっちゃうね、うん、やっぱそれぐらい集められる何か、そうね、何かをね、やっていかないといけないね、うん、でも本当にあの2人が言うようにこれにとどまらず新しいことにチャレンジして、うん、さらなるバージョンアップを、うん、もちろん目指していこうと思ってますので止まらないですよ、はい、走り続けます、はい、ということで、うん、今回は総集編の動画が今から流れます、はい、はい、いろいろね、チームプレーとか楽しかったプレーとか好プレーとか、うんうんうん、過去を振り返って抜粋しましたので、ぜひそちらを楽しんでもらいたいです、これはここですここですここです、10万人チャンネル登録ありがとうございます、私初めて出たのがちょうど1年前 でその後に割とすぐ5万人の生放送があったんですけど、あ、5万人チャンネル登録の生放送があったんですけど、それからもう早倍の10万人、本当にありがとうございます。
なんか微力ながらこれからもなんか面白い企画だったりとか上達できるような、もちろん私も共に上達していきたいので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録10万人ありがとうございます。私も多分出始めて多分1年半多分2年経たないぐらいだと思うんですけど、もうなんかどん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 こう毎日毎日登録してくれる方が増えてすごくなんか嬉しいです。私も毎回毎回目標を持ってその動画にも出てるんですけども、もっともっと目標を高く持てるように今後とも頑張りますので、どんどんチャンネル登録者増えると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。はい、チャンネル登録者数が10万人を突破しました。おめでとうございます。ありがとうございます。出た頃のやつ覚えてますか？まだ全然 何千人の時だ。そう、何千人、1万人いなかったと。いなかったと思う。で、思い出に残ってる動画とかありますか？はい、やっぱり一番は一緒に川奈行った時かな。ちゃんと。あ、懐かしいね。一泊で川奈行って桜がすごい綺麗で、で富士と大島両方回れて、天気が良かったり雨が降ったり、あれはちょっと楽しかったかな。今まで見てくれている視聴者さんにメッセージなどありますか？いや、もう本当にただの一般人の私ですが、もういろんな人からもうゴルフ場行っても初めて会った人からリンゴルフ見たよとか、対決すごかったねっていうふうに声かけてもらえて、もうすごく嬉しいです。それは、心ちゃんにもとっても感謝しています。これからもよろしくお願いします、はい、これからもたくさん出演してください。はい、お願いします。ありがとうございます。ピンク。おお。あ、だから半分半分になってるんだ。おお、ナイスショット。超えた。緊張しなくて大丈夫だからね。その通り。大丈夫大丈夫大丈夫。パー5だから全然。そう。うまいじゃん。ナイス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 、よっしゃナイスショ、おーしー、お願いします。お願いします。お願いします。ナイスショー、完璧。じゅんちゃん事件ねえ、じゅんちゃん困ってるぜ、男みたいなところに来る PGA がいる、PGA 見せてみなさい。あれやばいよ、普通に100ヤードぐらい置いてくる、あれやばいですね。またスプリング名物のアイランドグリーンです。兄は池を越えるのでしょうか。左抜けるの？右？おー、ナイスアウト！すごいね！そんな中でも左にクラブ振ってくんだね。何が？何が？何を？せーの。
五反田ゴルフクラブ55Cにやってきました。イエーイ。今日はみんなでシミュレーションゴルフをやります。よし、頑張るぞ。内緒。素晴らしい。カメラがあるといいみたいです。お、うまい。うまいよ。ベタピン来い。ベタピン来い。ドン。ナイス。完璧よ。乗ってくよ、じゅんちゃん。オッケー。もうね、バーディー1個や2個じゃ諦めないよ。うんうん、目指すはもうバーディー、バーディー、バーディー。バーディーバーディーバーディー5バーディーぐらいですよ。バーディーナイスバーディー来た。ナイスイエーイ。スリーバーディー。すごい、すごい。永遠のセブンティーンチャンネル。永遠、そこ全然ゴルフ関係ないけどね。ポニーテールってさ、男大きいじゃん。でもさ、振り向いたらさ、ブスってったりとかするじゃんとか、男子よくいない。ゴルフ場でさ、あ、なんか可愛い子いると思ってみたいな。誰なの？大丈夫？わかんない。ドローで行けばワンオンってこと？そうじゃん。お、いいんじゃない？めっちゃいいんだけど。うん、ワンオンだよ。乗った？うん。わあ、すごいじゃん。パパ、ワンオン。おお。わたちゃいちゃい。あ、行けっちゃ。おお。嘘。すごいね。ラッキー。すごいね、初めて見ました。赤くやばい、めっちゃ今運がいい。そうですね、私は結構力がある方なので、うん、ボールの先のターフを取るイメージ。そうより前、そう、こっちに打ってくっていう時はボールを先に当ててここのターフを取るイメージですね。あ、ブンブン、めっちゃかかった。ナイスー。当たるから絶対。そう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 。全然当たりが違う。練習場でいつも出る。そう、なんか飛ぶし。ああ、本当だ。あ、なるほど。めっちゃ回ってるから。ボールに当たる前にも体前から。これがパンチョ。これがパンチョ。パンチョってこう固めるんだじゃないです。これってあと C がない。ドン、ここに力でしょ。喋らないのは10打プラスにします。クラブとかパターとかボール全部 NG です。はい、ヤードもですよ。ヤードも NG です。メートル、メートル、メートルも NG です。2オンいきますよ。うわー、ナイスショー、乗りました。ナイス。なんかピン狙いとか言ってちょっと逃げた感じありますね。バンカーそんなことある？
はい、いいですよこれ。あとは距離気にする。はい、ありがとうございます。完璧。3、2、1、スタート。すげえ、ちゃんと打ってる。ナイスショット。すごい、頑張れ。行ってきます。リンゴルフのリンゴがたくさんある総柄のスカートになります。これもまあ結構こだわりました、配色など。いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。スピードは上がってる。おお、大台に乗りました。 5番ウッドで。5番ウッド、よいしょ、完璧ですね。あれ、リサちゃんよりのトンネル臭くない？やめて、それ言わないで入って、池入って出たよ。出た。あれはまだいけるってことだね。いいんじゃない？よこ、軽いだろう。まだ杉山選手、素晴らしい。300。5ラウンド担ぎでラウンドするというこの企画に無謀にもチャレンジしております。頑張ります。よいしょ、乗せました。ワンピンちょっと。みほちゃんの始球式です。天ぷらと？どんまい。どんまい。よいしょ。わお。なんの、え、え、めっちゃ転がってるんですけど。試合感出てる。アドレナリンが。来た？うっそー、出た出た、ミッドアマチャンピオンの根性。ありがとう。もう終わらせられなかった。
いいよ。スライスしないと思って打ってみましょう。一発目。おー、やっぱ早い、来た、やだ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 、もう全然無理になってきちゃった。おー、綺麗綺麗だ。ナイスバーディーチャンス。ハンドファーストで打つことです。ヘッドが必ず手元よりも後にボールのところに到達することが大事です。そうするとダフリトップがかなりなくなります。やっぱ上げようとする人とかも、ああ、すくっちゃって、結構こうやってヘッドが先に落ちてきちゃうんで。はい。おー、はい、マジ？はい、ナイショー。あれ？あれ、惜しいでした？もうやだ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 、巻き戻し。おー、入った。怖いです、怖いです。これはないよね。ない。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、今後もね、リンゴルフいろんなことにチャレンジしていきたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。来年の目標何しようかな。チャンネル登録東京ドームレベルじゃないの。そうだね、東京ドームで何かをやれること。何かチャンネル登録ってすごいことだと思うよ。東京ドームでなんてできたらね、うん、なんかスポンサーとかなってくれたら、ぜひお使いくださいみたい。これを見てみたい、ね、すごいと思うよ。と、まあ、いければね、10万人いけたんで、うん、15、15? もっとか、20、うん、もっといくね。20か、じゃあ来年20目指して、はい、倍ですね、うん、まあ、倍できたんで、倍倍4万から10万できたんで、10万から20万ですね。はいはい、目指して頑張りたいと思います。10万人の皆さん、周りに進めてください。はい、以上になります。バイバーイ。バイバーイ。